よー大宇宙愛機の道は諸人と光となりて要は開かん。体操をしてこれ一回決めます。決めるときはね、この自分のこの肘が当たるところと、この相手の腰の方にでベクトルがね、方向ですね、こういう方向です。でこうしても効かないんで、こうしてもね、で真下にこう下げて自分が下がってもおかしいですねここからね、腰が入った状態で相手の腰の方にぐーっとこう、ここ決まってますんで、一応こう決め技でね、手首を、これ緩んだらダメですからね、緩んだら結構相手動きますから、やっぱりこう最初に取った手が大事で、こういう状態 でもしね、こうあまり突っ張っててこうしてやったらね、もう反対がポキっていっちゃ危ないので、ちょっと曲げてもらってください。これからもうこう伸びきったらね、下にこう落とすんですよね、これね、こうやってで、まああとはですね、こう1回上とこう同じです、ここね、こう膝内ま、あのこういう感じね、こうです。こっちがですね、相手の頭の方にゆっくり腕を曲げていきます。はい、でこうしてもね、人間の手で痛くないから、でこう手が外れ、こう親指の付け根が外れたら効いてないから、もうこうしてもこうしても大変ですからね。でここでこう決めてるからいいんですよね、これ。ここは大事です、この形が。女の人は、ね、力が弱いとね、ずるっといったりね、こう上げられなかったりすることがあります。あ、こっちが硬いかとね、硬い時は、まあ、ですけど基本の、まあ、説明で言うと、こういう形でこっちの頭の方にこういう感じでこう持っていきます。はい、それで、もう一回説明します。体操履きはまずこちら側になります。取った、入って、こう、で、一回、ここでキュッと決めます。相手が痛いと合図をします。その隙にこう落とします。で、あと、さっき、あとは説明さっきやったんでね。もう一回、まず体操履きの方向が、出てきたら、左でついた場合は、こっちです。で、こうなります。取るところは絶対ここですね、これ。ここをグッと押さえて。ここ隙間が空いたりすると、手首が決まりませんで、あまり力入れないで、ペタッと、水田にペタッとくっつくようなイメージ。こういう感じね。で、反対側にもう一回さばいて、肩のこういうふうに、こうやって、グッとやって、痛いをしたら、はい、ちょっとやってみましょうか。見てきますんで。